チーム手巻きのセラフィーのプニプニ肉球ロット初日回復量調査ということで、なんか、この武器の名前言うときなんか言い間違えないからドキドキするの俺だけ？はい。ということで、今回は、セラフィーのですね、プニプニ肉球ロットの回復量について調査していきたいと思います。で、本日はこのアイアイで武器をいろいろ変えて、回復量をね、元凶の武器と比べてみたいと思うんですけれども、防具はこちら。牽制装備を採用しております。こちらはですね、スキル HP 回復効果 4% ということで、これ呪文でも特技でも等しく 4% 底上げしてくれるので、この呪文だけ何%上げるとか、特技だけ何%回復量上げるっていうのがありませんので、まあ、特技でもね、まあ、呪文でも比較がしやすいということで採用しております。まあ、ちなみにこちらはね、回復効果 4% アップですけども、現行の最強はクリフトの呪文系 7% 合計。あと今回のセラフィーの特技系合計 7% 増やすというのが一番多くなっておりますんで、まあ、特技でもね、呪文でも、まあ、ここからさらに 3%、3%、3%、全身で 9% ぐらい回復量を上げていけると分かった上で、さらに今回は無凸で条件を揃えて比べていきたいと思います。ということで、ね、心はスーパーテンツクも入れております。まあ、現行ほぼ最強でありますし、まあ、心どもこんな感じで入れておるんですけれども、ちょっとね、いつも初日で回復魔力上限調査って私やってたじゃないですか。で、ただね、もう今回はそれをやりません。ちょっと現況にね、即したこの回復量調査に変えさせていただきます。というのも、このね、ほぼ最強セットで、回復魔力が1169なんですよ。で、直近で出た回復武器で言いますと、悟りの書。これが回復魔力上限が1200であると。そして、一番最近出ましたクリフトの聖杖。これがいきなりぶっ飛んじゃって、回復魔力1600、括弧想定ということで、こちらね、ガチ勢の方が緻密に出していただいたみたいなんでね、参考にさせていただいておりますが、もうこの時点でさ、なんだ回復魔力1200上限が1600上限って。もういきなりめちゃくちゃ上がったなぁとか、33% アップじゃねえか。思って、クリフトじゃあぶっ壊れなんかって言うと、全然クリフト、この悟りの書に比べて壊れてないんですよね。もうなぜなら、今まさにね、皆さんが見ていただいているように画面でね、現行でもね、特級色でね、もうほぼほぼレベルマックスまでレベリングしても、回復魔力なんて実践値で使うの1200以下なんですよ。1169とか。だから未だにクリフトの正常のアドバンテージが出せてない状況なんですよね。もうなので、この状態で回復すると、もうね、すでに試してきてあるんですけれども、実際ですね、この今プニプニ肉球ロット装備してるところをクリフトの正常と悟りの書に変えて、全くこの同条件で回復量をね、40回検証してきた結果が、こちらです。クリフトが363に対して悟りの書が358。これね、全然変わんないんですよ。あと半年経ったり、あと1年経ったりしたら変わるかもしれない。ね、回復魔力がさ、常時1300とか1400ぐらいまで積めるようになったらクリフトやっぱ強いねってなるんですけど、その頃にはもう新しい回復武器出とるやろっていう感じなんで、まあ、今回のプニプニ肉球ロットに関してもね、まあ、この悟りの書ですとか、クリフトと、まあ、同じぐらいの回復量があるのはもうほぼ確定だと思うんですよ。だって消費 MP62 だから。クリフトが60に対してこれ62だから、まあ、同じぐらいの回復量。まあ、おそらくクリフトの正常と同じね、この363ぐらいっていうのかな、この装備で。だから装備品全部整え直すと、ま、400近く。まあ、これがちょうどスマートウォークで出てたのもね、400近くの数値なんで、まあ、ここら辺はね、もう正直今回試さなくても、もうわかるし、まあ、回復魔力上限がね、この武器ね、1600であっても1200であっても、間を取って1400であっても、もうね、なんか武器の性能としてそんなに評価に関わってこないって、いうのがありますんで、それを言っちゃ身も蓋もないと思われるかもしれませんが、まあ、ワンチャンね、ワンチャン、クリフトの正常よりもちょっと性能がね、この上目に設定されてるかもしれないと、いうことでね、まあ、そのあたりを中心に見ていただいければいいかなということで、検証していきたいと思います。ということで、検証相手、デルボイヤー。そう、この子がいい、この子。てか、13章ってさ、この緑色のクソ野郎以外はさ、そんなに、状態条件かけてこないですよね。だからもう、この、右色のね、このクソ野郎さえ倒してしまえれば、結構検証はすんなり進むと思います。本当にこいつうざいよね。
先制するわ、状態異常かけてくるわ。こいつのせいで13章の人気がなくなってるまであるわ。ということで、回復していきたいと思います。さあ、無凸。肉、球、ロット。言い間違い、怖えんじゃ、この。肉球ロットの、チアフルヒール。飛びっきりの癒しの力で仲間全員の HP を回復し、追加で毒、猛毒と眠りを治すやつ。行ってみましょう。さあ、どうだ。365。さらに、鼓舞激励、いいですね。さらに、元気の源。フルコンボですね。全体回復。鼓舞激励。元気の源。まあ、これがこの武器のすごいとこですよね。緑スキルと青スキルだったら一定確率でこの元気の源という追加回復も取れますし、やっぱ大神官なんでね、この鼓舞激励回復しながら取れるのも強いですよね。さあ、もう一発。まあ、あとこのもう、モーションで癒されるよね。うん、心が357と。なるほど、なるほど。はい。ということで、まあ、この回復量についてはね、もう実は事前に、このプニプニ肉球ロットも40回試してきておりますので、まあ、今2回やりましたけど、まあ、ちょっと今まで取ったね、40回分のデータをね、お見せしていきたいと思います。ということで、データ出てこいよ！大悟ちゃん、おめでとうございます。いやー、もうなんかね、この、まあ、当たり前のことの検証動画になってしまいますが、まあ、当たり前のことを当たり前に検証するのもね、お金を使ってこの後この武器を取ろうか迷ってる人に、にとってはですね、この後押しになると思いますので、まあ、とりあえず今回の私の検証では、364ということで、まあ、クリフトの363をちょっと超えてくれました。まあ、誤差の範囲なんで、まあ、おそらく、まあ、消費 MP から言ってもね、やっぱこのクリフトの、正常とほぼ同じ性能になってるんじゃないかなと、いうことで、まあ、悟りの書はね、ちょっとやっぱりこの、クリフトの正常とか、まあ、今回のね、肉球ロットと比べるとちょっと型落ちしますよね。回復しながら魔法で攻撃できるって大したアドバンテージじゃないんですよね。それよりもやっぱりリザオラルがついている。あとザオラルもついている。あとあれか、仲間一人の全ての状態異常を直すスキルもついているクリフトか。それとも、バイキルトと、いきなり守りの盾がついている、肉球ロットか。もう使いやすさで言ったらさ、クリフトより肉球ロットよね。はい。俺言い間違えてないよな。大丈夫だよね。肉球ロットね。プニプニ肉球ロットね。だと思います。で、強いて言えばもう一つね。忘れちゃいけないぜと。うん。俺はバイキルトと守りの盾だけじゃないぜと。いうことでね、セラフィーが主張したいと思われるのが、武器だけじゃなくって、防具にもついてんですよね。このセラフィエール。仲間一人の攻撃力か、守備力か、呪文力、いずれかを上げる。はい、これ、か、なんで、なんかこのランダム性が高そうですよね。まあ、たまに2段階上げてくれるみたいなんですけど、これ、戦闘のゴッドハンド、手巻きに、かけていきます。さあ、見ての通り。これね、さっき結構試してきたんですけど、2段階結構上がる。うん。なんだろう、稀にって言うけど、結構な確率でね、もう、3割ぐらい、3回に1回ぐらい2段階上がるんじゃないかなぐらい上がってるんですけれども、見ての通り、ゴッドハンドの魔法威力上げてどうすんじゃいふぅもうこれ致命傷ですよね。もう致命的です。はい。ダンシングロッドのボルテージダンスみたいに、仲間が魔法色であったら魔法威力を上げる、攻撃色であったら攻撃力上げるみたいな自動選別を使ってくれません、このセラフィエール。大魔導士にかけていくと、まあ、運が良かったらこんな感じでね、適した魔法威力がね、また上がってくれるってことになるんですが、だから、物理攻撃力上げてほしいって思ってても、3分の1ですよ。守備力が上がってしまうかもしれないし、呪文威力が上がってしまうかもしれないし、まあ、うまくいったら攻撃力が上がってくれるし、まあ、さらにうまくいったら攻撃力が2段階上がってくれるってこともありますけど、まあ、たとえお裾分けが発動したとしても、なんかこの、スキルを使うのはそんなに適してないんじゃないかなと思いますね。忍者に使っていく。3分の1ですからね。まあ、守備力もなかなかいいじゃんっていう敵だとすると、まあそれでも 66% か。お裾分けはでもあれか、クリフト装備してたらお裾分けなんて絶対リザオラルしますけど、プニプニ陸球ロットを装備してる場合はお裾分けがもし発動したら確かに
バイケルトでいいよね。バイケルトのおすそ分けで全然いいじゃんね。あともちろんスカラのおすそ分けでも、いや、そっちの方が全然強いだろ。スカラのおすそ分け、マホバリアのおすそ分け、ね、そしてバイケルトのおすそ分け、さらに新刊の風障壁、ね。これおすそ分けしたらさ、全員のブレス耐性が2段階になるからね。いや、絶対こっち使うやろということで。どんな時にもセラフィエールは使わないんじゃないかなということだけ最後にね注意点としてお伝えさせていただいて、ただまた2段階上がりましたね、攻撃力だけど、大魔同士の攻撃力だけど。まあそこら辺がとりあえずね、速攻検証してみた結果になります。まあただね、セラフィエールは決してこのプニプニ肉球ロッドの評価を下げるものにはなりません、ということを付け加えさせていただいて、この武器引いてよしだと思います。メドローアの後ある程度溜まったジェムはここにぶっ込んで、特にね、まあ、ハーフアニマまで待つ必要ないかな、思いますんで、よかったら参考にしていただけたら幸いです。ということで、今日は初日、情報共有生放送、また19時ぐらいから、初日イベントのね、進め方と、皆さんでね、ちょっと一緒に知識を共有し合う生放送したいと思いますので、YouTube よかったら見に来てください。ということで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。さよならー。